コンスタンティウス2世、コンスタンティウス2世、カンシュタンティアス2、317年8月7日から361年11月3日は、ローマ帝国の皇帝、在位、337年から361年。当初は帝国を3分割して、東方を担当したが、353年に単独の統治者になった。キリスト教を優遇し、 再疑心の強さから粛清をたびたび行った。父ミカド・コンスタンティヌス一世と同様、熱心なキリスト教徒であったが、父ミカドとは反対にアリウス派を支持し、司教アタナシュースを迫害した。イリュリクムにおいて、コンスタンティヌス一世と二度目の妻、マクシミアヌステイの娘の間に三兄弟の、次男として生まれる。三百二十六年に、イボニー・クリスプスが、 ファウスタと密通したとの告発が、コンスタンティノスはクリスプスを裁判にかけて処刑した。数ヶ月後、この告発は虚偽で、その出所が明らかにファウスタであるとして、ファウスタも処刑された。官官が取り仕切る宮廷内で他の兄弟と共に育てられ、三百二十四年に副帝の称号を与えられた。 337年に死去した父親の葬儀はコンスタンティノープルで行われたが、滞在地の距離から彼一人が参加した。葬儀のしばらく後でコンスタンティノープルにいる親族はいとこにあたるがルス、ユリアヌスだけを残して粛清された。当時の人々はこの事件の首謀者をコンスタンティウス二世であると考えた。その後、三人の兄弟は会談を行い、揃って定位について、 帝国を三分割して統治することとなった。コンスタンティウス2世はアンティオキアを拠点として東方を担当しサーサーアンアサペルシアの攻撃に対処した。しかし、この三皇帝分担統治は長続きしなかった。340年に長兄コンスタンティヌス2世がマッテーコンスタンス1世に愚労されたとしてイタリアに攻め込み、逆に コンスタンス一世に敗れて殺害された。コンスタンス一世は、西方領全体を支配下に置いたが、それから10年後の350年1月、そのコンスタンス一世もゲルマン族出身の将軍、マグネンティスの反乱で殺され、マグネンティウスが新たにローマ皇帝を名乗った。さらに3月には、コンスタンス一世に仕えた、老将軍ウェトラニオがマグネンティウスに反抗して、 ローマ皇帝を名乗り、6月には、コンスタンティヌス一世の老いも、ローマで、ローマ皇帝と宣言された。ネッポティアヌスは、間もなく、マグネンティウスに倒されたが、ウェトラニオンは12月に、コンスタンティウス二世に下して、彼の軍を、コンスタンティウス二世の軍へと合流させた。この二人の反乱は、結果として、マグネンティウスを足止めし、 コンスタンティウス2世がマグネンティウスと戦う準備をする目の時間を作った。そのため、この反乱はコンスタンティウス2世による策であったのではないかという見方がある。ウェトラニオの軍を吸収したコンスタンティウス2世は翌351年に自らマグネンティウス討伐へと向かった。その後軍途中の3月、コンスタンティウス2世はガルスを 軟禁状態から解放て妹のと結婚させ、ガルスを副帝に指名して、アンティオキアの宮廷を譲った。コンスタンティウス2世とマグネンティウスは351年9月28日に、ドナウカ藩のムルサで戦い、マグネンティウスがイタリアへと敗走した。コンスタンティウス2世は、マグネンティウスがイタリアに閉じこもっているうちに、ヒスパニアと北アフリカを占領した。 追い詰められたマグネンティウスは353年8月に自殺し、コンスタンティウス2世はローマ帝国で唯一の聖帝となった。唯一の聖帝となったコンスタンティウス2世はメディオラヌムを自身の拠点とした。しかしガルスに任せていた東方領土からは悪い知らせばかりが届いた。コンスタンティウス2世は354年にガルスをメディオラヌムへと呼び出したが、ガルスは メディオラヌムにたどり着く前に、副帝の地位を剥奪され、クロアチアのポラ付近で処刑された。コンスタンティウス2世は355年11月に、ユリアヌスを妹のと結婚させ、ユリアヌスを副帝に任命して、ガリアへと派遣した。コンスタンティウス2世は、彼の権力を脅かすと疑って何人もの人物を殺した。355年夏に起こった。 クラウディウス・シルーアヌスの反乱は、コンスタンティウス二世の疑い深い性格の欠陥、示している。シルーアヌスは、将来を期待された若い、フランク人であったが、彼が、無実の罪で残言されたとき、コンスタンティウス二世の疑い深い性格を知る。シルーアヌスは反乱以外に吐き延びる道がないと、考えた。間もなく、シルーアヌスへの疑いは晴らされたが、すでにシルーアヌスは、 彼の支持者に押されて、ローマ皇帝を名乗っていた。シルアヌスは、ローマ皇帝を名乗って28日後に暗殺された。帝国東方で、ペルシア軍が侵攻してくると、コンスタンティウス二世は自ら兵を率いて統制したが、彼が留守とした西方で360年早春に、軍団によってユリアヌスが政帝として宣言された。この政帝宣言については、軍主導であったとも、 ユリアヌスの計画的な陰謀であったとも言われており、定かではない。この反乱に対して当初コンスタンティウス二世は、ユリアヌスが、福定の地に泊まる、よう説得しようとしたが、それは無駄であった。コンスタンティウス二世は、ペルシアとは僕して、アンティオキアを立ち、ユリアヌス討伐に向かうが、その道中の小アジアで三百六十一年に四十四歳で、病死した。臨終の際、 後継者として、ユリアヌスを指名したと言われる。コンスタンティウス2世の時代は、コンスタンティノープルが大きく発展した時代でもある。コンスタンティウス2世は、東方制定としての期間の多くを、アンティオケアで過ごし、唯一の制定となってからは、イタリア本土のメディオラヌムを拠点としたが、コンスタンティノープルにおいても、聖ソフィア大聖堂やの建設といった事業を行った。 コンスタンティノープルを三百五十九年に、属州都市から、地方自治都市へと昇格させたのもコンスタンティウス二世であったし、コンスタンティノープルに、元老院を設けたのも、コンスタンティウス世であったと考えられている。コンスタンティノス一世が、コンスタンティノープルの建設に着工した三百二十四年は、コンスタンティウス二世が、副帝に任じられた年でもあり、コンスタンティノープルが建設されていた期間は、 コンスタンティウス2世が複帝として過ごした期間と重なっていた。歴史学者のナグモヤススケは、コンスタンティウス2世にとってコンスタンイノープルは、特別な考えのある都市であった可能性があるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。